あ、聞こえてる？ちなみに電源がね、あとね、あと1時間半しか持たねえ。もうダメだ、死んだわ俺。スマホの電池はさ、無限にあるからさ、そっちでやるね、もしあれだったら。スマホの電源無限にあるから、もしダメだったらあっちでやるからね、込みでやるから。いいな、なんか誰か連れてくればよかった。途中で都でも拾っとこうかな。あいつ調布が辺り住んでんだろ、どうせしょうもない。乗れよっつっていねえかな、ホームレスみたいに。俺歩いてねえから誰か、俺ホームレス拾ってこう。助手で時給1000円ぐらいで。はい、優しいな、全部教えてくれんのか。ゴミみたいな15トントラックにも抜かれてな、ただでさえスピード出さねえゴミトラックにも。俺のタント舐めんじゃねえぞ。わあ、高速道路いいわ、走りやすいわ、めっちゃ。新宿のあのゴミ4車線本当に半分潰してほしいわ。なんか U の字になっててさ、本当に危うく逆走しかけたわ。直進して右折するときに U の字になってるところで、2車線で右折するタイミングで、俺こっちかなと思って入っていこうとしたら、プーって後ろから教えてくれて。そういう一面もあります、笹塚あたり。あれわかんねえよ、ルールがわかんねえよマジで。東京の車の俺に合わせてくれよ。あのトラックちょっと消えてくんねえかな。いやいいや、トラックの選手よこれで。本当なんすよ、後ろのやつにアイコンタクト。ああダメだ、俺トラックが15台ぐらい、俺の前にも10台、後ろにも10台挟まれたよ。このままブヨブヨみたいに消されちゃう。今後ろの車にアイコンタクト送ろうと思ったら、本当に困ったやつっすよねーって。こいつは口実にゆっくり行こう。おそらく北海道北上、北海道に向かって。ああクソ、雨降ってきた。おい引き返すぞ早く。逆走して帰ろうかな。めちゃくちゃ、おい帰るなら今だぞ俺。おい帰るなら今だぞ俺、短パンにクロックスで来てたぞ。あ、やんできた。そうだよな、通り雨だよな。そうでなくちゃ、そんななんかよ。スイキャス重すぎてクソだわ。やっぱニコ生だわ。やっぱこっちだわ。うわこれ固定してえな、なんとか固定できねえかな。あ、これいいじゃん、あ完璧じゃん、これでみんな俺のこと見ててよ。これでいいじゃん、これよくない、どうよ、これいいでしょ。よっしゃ行くぞ。ちなみに30分しかねえから、次のパーキングまで30分で行くから。そういう合戦になるからな、次のパーキングまで30分で行くぞみんな。急ぐよ、待って、コメントちゃんと行くぞ。51分だから20分までに着かないかな。なんで無意味にこんなさ、もう終わりだよみんな、さようなら。さようなら。映ってる？ OK な。パンスト履かないでよさすがに。厳しいだろ。いやパンスト履けば大丈夫でしょう。こんな感じで行こっか。しばらくは。
おい、なんだよ。アウトラストだぞ、マジで。え、待って、ほんと人殺しとかいねえよな。みんなに見えないよね、多分ね、あそことか。俺の方映しとこう。コマ数重視にする？だってもうこれとかさ、俺配信つけてなかったらやだぜ。いやでもあんまりコマ数重視しても変わんねえよ。どっちにしろ映んねえから、どっちにしろ映んないからあんま気にしないで。おい、ちょっと待て、普通に怖えよ。だってこれだぜ、俺の見えてる視界これだぜ。あ、おい、見ようぜ。みんな見えてる？クワガタいたら言うからね。カブトムシ一匹まず捕まえたいよな。これ何の木？これ何の木？これいない木？なんか木に詳しいやついねえかな。ちょっと待ってね、みんな。あ、ちょっと見てみようか。あ、業者が荒らしてやがる。ふざけんなよ、負けねえぞ俺は。あ、ゴキブリがいる。ちょっとここ、あ、待って、本当に墓地だらけなんだけど。普通にやだ、普通に嫌なんですけど。なんで俺こんな目に遭わなきゃいけないの、いきなりね。ジーパン脱いでさ、パンストだけで行ったら俺変質者でパクられるかな。見える？ここ、あそこのトイレ絶対行けねえよな。やめよう。うわ、マジで怖え。俺ってか、一人じゃないですからね。一応変質者に、俺、あれしよう、喋っていくからよ。みんななんか、あ、団体が来たから、勝てねえな、みたいな感じで思わせるしかねえよ。あ、一応適宜なんか俺の顔映してくね。体、二人分ぐらいしか通れない道があるの。その先に、1000個ぐらい墓地があって、その脇を1分間歩かなきゃいけないんだけど、俺放送してるときはいいよ。ただね、今120キロパスカルしか出てなくて、多分その途中で俺放送止まったらマジ終わりだぞ、マジで。ちょっとどうすんだよ、これ。ちょっと本当に、荒らすつもりはないんです。本当にごめんなさい。本当にごめんなさい。もう荒らすつもり。あ、みんなもう終わりだ。やめよ、今日は。もう終わりだよ。やめよ、本当に。他のとこ行こう。本みたいな顔になっちゃったよ。ね、みんなどうしよう、なんかさ、携帯がぶっ壊れちまったよ。ねえ。なんかいきなりさ、深夜のさ、3時半ぐらいにさ、メディアインストールアップデートしますからに、ね、多分俺イエス押しちゃって、それで電源落としちゃったんだけど。残り少ねえからパソコンで行くわ。もう最悪、なんでアップルそんなにバカなことすんの。じゃあなんかそしたらさ、後で説明するわ。今これ携帯じゃないよ、ちなみにパソコンな。うわー、俺マジかよ。変なジジイが掃除してて、お互いクソほどビビったし、うわーって二人とも。目的地までおよそ6km で15分ぐらい。二人ともさ、クソほどビビったよ。ちょ、ごめんな、これ今もう校内だから許して。今ちょっとパーキングでとりあえず止めるね。戻ってきちまったよ、ここまで。あ、やばい、あ、ちょっと待って、
ちょっと待って、ちょっと待って、天まで晴れ忘れちゃった。あ、もうダメだ、絶対もう。Wi-Fi 忘れちゃった、今度は。天パって電源切っちまったんだよ。そしたらさ、もう二度と復旧しなくなっちまった。あー、てかもう、悪い。俺、パンストで行くわ。ちょっとごめん、ズボンが降りるから俺もう、俺変質者だと思われたくねえけどさ、悪い、俺パンストで行くわ。パンツにパンストで行くもん、しょうがない。なんで山梨まで来て俺パンツにパンストでよ、山の中入っていかなきゃいけないんだ、俺もう、もうやだよ。だって俺これだぜ。パンされるだろう、確実に。俺コント、これネタでやってるわけじゃねえからな。本当に、でもダメだったんだって。俺ネタでやってるわけじゃねえからな。こういうの好きじゃねえからな、マジで。本当にこれしかなかったんだよ。もう頼む。許してくれ。違う。短パンが緩くてさ、最近痩せすぎちゃってさ、短パンが緩くてさ、じゃネタじゃねえよ。でもちゃんと履いてるから、ズボンは。スパッツみたいなの履いてるから大丈夫。なんかチンポじゃないから。え、生きてる、みんなちょっと一人にしないで、一人にしないで、ちょっと一人にしないでよ、一人にしないで。一人にしないで。生きてる？